骨格を用いて姿勢制御される手。実際には骨格は非表示であったり、よりアニメーションを作成するユーザーにわかりやすい表現で示されることもある。この例はオープンソースプロジェクトであるシンテルのもので示されているハンドルを操作することで指を曲げている。実際のところは骨格により変形は制御されているのだが、アニメーターはハンドルを操作するだけでそれらを 暗黙的に制御することが可能である。スケルタルアニメーションは、日本ではしばしば、ボーンアニメーション、または、スキンメッシュアニメーションとも呼ばれ、キャラクターのコンピューターアニメーションに用いられる技術である。骨格を階層的に連結したモデルであるスケルトンを偽装し、それを、所定の姿勢へとアニメーションさせ、それに従いキャラクターの表面構成点群の位置を追従させ描画することで、 キャラクターのアニメーションを実現する。この技術は人間を、はじめ多くの一般的な生物的なモデルへ適用でき、一度アニメーションを作成すれば、同様のアニメーションを任意のオブジェクトへ適用し、その形状を変化させることが可能であり、スプーンや建築物のモデルも、スケルトンさえ定義すれば、アニメーションを即座に適用可能である。この技術を使用して、 アニメーションを作成するユーザーに対してはシンプルなユーザーインターフェースを提供可能だが、その内部実装にはやや複雑なアルゴリズムと膨大な許可制御が必要となる。特に逆運動学は必要不可欠な重要な要素技術の一つである。原理的には骨格を実際の解剖学的構造や物理的な過程を模倣しながら動かし、キャラクターを構成する。 メッシュデータを骨格に追従する様に変形することでアニメーションを実現する。この技術は一連の骨格を構築することにより利用される。この構築作業はリギングと呼ばれることがある。骨格は三次元の変換に対応させ、必要に応じて親子関係を持たせる。よって骨格は階層構造を持つ。子ノードの変換は親の濃度及び子ノード自身の変換を合わせたものとする。 つまり、大腿骨を動かせば、それに接続された歌詞も連動する。こうしてキャラクターは、アニメーションし、また骨格も時間経過と共に変化させることで、スケルタルアニメーションは実現される。キャラクターの姿勢制御にはアニメーター向けに、いくつかの制御機構を用意する。このアニメーションを実現するための偽装には、純運動学と逆運動学の両方を利用する。スケルタルアニメーションでは、 純運動学により一位の姿勢状態を決定する。スケルトンを構成するそれぞれの骨にはキャラクターを可視化するための要素を関連づけておく。この関連づけをスキニングという。一般的にポリゴンメッシュのキャラクターへ適用する場合は骨格に対し頂点群を関連づける。例えば人間のモデルであれば大体に当たる骨とその部位に相当するモデルのポリゴンの頂点を 関連づける。キャラクターの肌の一部は複数の骨へと関連づけることができ、それぞれの骨への関連性の強さを頂点ウェイと、ないしはブレンドの重みづけという。二つの骨に関連づけられた頂点はそれら両方から、重みづけに従った影響を受ける。ゲームなど、特に速度性能が要求される、リアルタイム 3DCG 向けの近代的な、 グラフィックスエンジンの大半は、プログラマブルシェーダーを利用することで、スキニング処理を GPU 上で高速に並列実行させることも可能である。ポリゴンメッシュの場合には、すべての頂点とすべての骨について、重み付けを設け関連付けることが可能である。最終的な頂点の位置は、それぞれの頂点と骨との重み付けを適用して、決定する。このアルゴリズムは行列。 パレットスキニングと呼ばれる。骨の変換行列をパレットとみなし、各頂点からアウェイエイトに応じてこのパレットを参照し、合成するためである。アニメーションを頂点によってではなく、骨格の動きによって簡単に定義できる近年では、純運動学や逆運動学を用いたキャラクターアニメーションの自動、または半自動リギング手法が開発されている。中には、 機械学習を活用するものもある。以下、参考リンク、スケルタルアニメーションは、キャラクターや機械などの物体におよそ100コマを超えるような、長時間の動きをつける際に、標準的に使用される。一般にゲームアーティストや映画会社、また機械的な物体など、あらゆる合体要素の結合によって構成される、オブジェクトの表現が必要な場面で用いられる。 パフォーマンスキャプチャーによりスケルタルアニメーションの構築は高速化し現実性を向上させることが容易となる。パフォーマンスキャプチャーが危険すぎる場合にはコンピューターシミュレーションにより自動的に計算された物理挙動をキーフレーム等を用いて実現する。仮想的に手足の重さ、筋肉の応答、骨格の強度や関節の制限などの解剖学的な特徴付けを行い、 仮想的なスタントを通じて実現する。仮想スタントは、スタントパーソンの仕事をなくしてしまうことが、しばしば議論となる。また、別の応用として、軍事目的における仮想解剖学的シミュレーションや、救急時のシミュレーションにも活用される。仮想の兵士や救急救命活動、病人、旅客、歩行者などの訓練や研究、試験に活用できる。 仮想解剖学技術のみならず人工知能を組み合わせることでこの応用はさらに広げることが可能である。ありがとうございます。